で、その思考になって、もうやめよう、うん、やめよう。一つ、まあ、感じたのはさ、もうまだ白熱してないです。何か物事をやっぱ決めるっていう、まあ、調整。それ撮ってるんですか？広告止めるっていうのはどうなんだろう。新規のお客さんです。全部が全部いい人じゃないじゃん。安ければ安い方がいいって俺はそんな、だから甘いこと考えてない経営者として。全然伊藤に挑戦してみとかんじゃない。逃げれるようにやったらやっぱもう背水の陣で進んでいかんと。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今からオープニングが視聴者の皆さん、あのね、会議に俺が出ないと、河合君にやり方を任せますと。で、今日から、まあ、昨日急遽だよね、はい、夜9時半ぐらい LINE 送って、そういや明日店長のレジだなと思って、で9時くらいだったらどうなるかなと思ったけど、まあ、一本連絡入れとかと思って連絡して、まあ、会議しちゃったんだね、俺抜きで。で、初なんだけど、もう俺来て一つ、まあ、感じたのはさ、もうまだ白熱してないです。何か物事をやっぱ決めるっていう、まあ、調整しとったんかなと。調整ですね、どっちかっていうと、まあ、今年の決算までにどんだけの売り上げが立つのかっていうのと、うんうん、まあ、来期のチラシとかそれをどうしていくかっていう、うんうんうん、まずね、一発目だし、まあ、調整なのかなと思ったけど、まあ、俺はなんか会議で何か物事を決める、でさらに、ね、PDCH ってまた決めたものができてるかって確認作業だよね。だけどまあ今回こうやってなんか見ていて、なんかすごいそれを感じて、まあ結局俺口挟んじゃったけど、1時間遅れてきて口挟んで、でまあちょっと白熱してきたんで、急にちょっとカメラ回していいってなったんだね。でまあもう本当にじゃあ今回トスラさん、いや利益あるんでしょ、儲けがあるんでしょって単純に思うかもしれんけど、その中で営業の給料とか、ね、会社がどれだけ安くていいものを提供するかっていうのを悩みながら、少ない人員でやっぱりやっていかなかったわけじゃん。ちょっと面白い動画になったんじゃないかなと思って、俺は、うん、まあ、本当だね。企業の人はまた勉強になるよね。職人だけやっとると分かんないじゃん、こういうのって。だから分かんないですよ、本当に分かんなかったです。もともと職人だったんでね、うん、ちょっとね、まあ、そういう目で、まあ、うん、まあこれが合ってるか間違ってるかっていうのはまた俺は別の答えがあると思うんだけど、うんうん、まあ一つみんなが一生懸命悩んで、うん、導き、いろんなものを導き出して一つの形ができてくるっていうのは、まあ、一つ勉強になるのかなと思ったので、ぜひちょっと楽しみながら倍速で見ないでください。で、これはこういう動画ちょっと増やしこうかなと思ってますので、ぜひね、あの見る前にチャンネル登録して、ぜひここから、あの、会議ちょっとバーンって、あの、これ過去に戻るけど、俺らからしたらね、はい、うん、もう散々やり合った後なんで、ぜひ一回また見てください。お願いします。でもどうなの、広告止めるっていうのはどうなんだろう。怖さといずれも復活できるわけじゃん。なきゃないで何とかなりそうな気もしますけど、逆に止めて、その今まで温存してかけて生きとる人がどんだけおるかっていうのは測れる。いや止まると思うよ俺は。ある程度は、まあ、ある程度は止まると思う。ある程度は止まるんだけども、ただそのさ、やっぱ暇になるでしょ。暇っていうか時間が空いてくるでしょ。それ撮ってるんですか。それ撮ってる。相田さんは撮ってないでいいよ。そうそうそう。どう、怖いですね。怖いですけど、怖いです。まあ一つチャンスなのかな。まあ、リピートとかも結構ある。リピートとか紹介とかも結構出とるわ。まあ、なくはないね。リピートすごいね。リピートすごい。うん。急に、ね、新聞の次に媒体多いですもん。ほんと、うん、吹き返してきたね。あんたらもうやめようよ。じゃあ、それやった実績じゃん。今までみんながやって、この3ヶ月、4ヶ月、ギャーギャー行って、そこが芽が出てきた。だからまあ、新規のお客さんってさ、まあ俺、動画も撮っとるからあれだけど、写真見て全部が全部いい人じゃないじゃん。まあ、安ければ安い方がいいって。ええと思いますよ。商品見てくれない人が多いじゃん。うん。だからリピートの人とかさ、障害の人って商品を見とるから、うん、この商品がこの価格で買えるのっていうところがあるじゃん。だからそこにまあ、ね、しっかり力を注げば、
その麻薬だよ。麻薬っていうか、その、もう、さ、もうこう、浮きが沈むよ、確実に。それ、俺はそんな、なんか、甘いこと考えてないよ、経営者として。だけど、そこでじゃあみんなも時間空くんだから。無駄な見積もりも減るし、契約率ももちろん上がるだろうし、時間も取られんじゃん。で、結局、なんかギャー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 言い出して、なんか職人がどうとかこうとか、なんか車がどうとか言い出すやつって、その新規のお客さんじゃん。意味不明なことを言ってくる人ね。それでも対応しながら、あれでしょ。お前、お客様は神様だぞ、みたいな感じで来るやつおるじゃん。なんかもう好き勝手やってくるやつおるじゃん。スケジュールにクルクル回してきて。なんかよくじゃん。なんか2対8の法則か ?8 対2の法則か、うん、いや、2割のお客に8割の労力を取られてるわけでしょ、多分。それが3対7なのか分からんけど、イメージどんな感じなの自分たちで。もうでも、ここ今のメンバーで言ったら多分そこをそんなに相手してないんじゃないかなと思うんですけどね。なんとなく分かるじゃないですか。一旦。あ、商談段階で。契約の前の話です。うん、ああ、まあ、それ切っちゃうというか。力の入れ加減が変わってくる。そこが分かる。そうなると、ある程度話しとると、予算とかも上がってくるじゃないですか。うん。それちょっとうちは厳しいですね。で、多分言っとると思うんですよね、みんな。うん、でそこにそんなに8割は取られてないんじゃないかなと思うんですけど。うん、そっちにエネルギーとかね。でもそんな10人に人もいないやつですよね、今。まあ、いない。昔よりは、そういう比率は減ったね。なんか最初の段階でなんとなく読めるっすよね、そのまま。そう、で、なんか電話でもわかるじゃない、なんか。それ、読めたら、それ、そら切ってるその客は。なんで話してみて、うん、切ってる、まあ、うちではできないですよね、とか。それ値段で、うん、値段の話もあったりとか、ちょっとやっぱり、この間ちょっとちらっと動画だったじゃないですか。その足場もなく屋根塗装してとか。そうなった時に、その確かに安くは済むかもしれないですけど、うん、まあ昔は確かにはしごだけでやったりもしてましたけど、時代的には。まあ、会社は職人だったであるわね、それはね。そういう時はもう断りますね、こっちから。腰にロープつけてやるとか言うよ。言う、言う人います。そのぶら下がってやれんのとか。言う。思い切ってもう、広告、毎月200万 ?300 万 ?200 万。一気200万ぐらい。新聞広告が。やってみようか。やってみよう。一回止めてみて、ちょっと危なければちょっと再開っていうことで。知り一つ知る。卑怯。YouTube です。バンバン。会社の中あったりしないと。新聞なしか。どうなるんですか？どうなるんだろうね。はい。あんまり、なんとかなんじゃ。わからんけど。広告宣伝比率は下がってきてるよね。確実に。下がってきてるみたいな率はあるじゃん。なかなか、だって本当 それでもう道を見つけながらね、その後の、うん、止まった、やっぱ確かに新規顧客が減った、どうやってその獲得を考えていく、うん、まあその YouTube だけじゃやっぱ弱い、 SNS だけじゃ弱い、でもまあ結局ビジネスそこだもんね。それが続いても、逆には1年なんか取り合いらしいですよ。ページ数が少なくなってきてるから、新聞が全体のページ数が減ってるから、購読者も確実に減ってるわけじゃん。減ってますね。でしょ、新聞なんかもう取っとるとなかなか見えてるよね、ほんなら。確かに塗装はね、信用性高いけど、年配の人は決めるけど、もう、俺らが、俺で46、7だよね。あ、もちろんターゲット上も、塗装のターゲットじゃないでしょ。だよね、だいたい新築買うのが35とか、そのもん。なんで、1回目の乗り換えが。ん?30ぐらい。30前半とかでみんな今買ってる感じですよね。ほんと、まあ家が安くなったらな、こうやってかな。まあでもその人たちの年代は新聞見てないですからね。見てない。だからまあそれもいい機会なんじゃない、ちょっと。そのさっき仕入れの話もしょったけどさ、まあそういうところも全部じゃん。
全部に隙間ができてくるんでね、まあ、隙間って恐怖だけど、確かにチャンスでもあるもんね。隙間ができるって売り上げ下がるってやっぱ怖いけど、分からんけどね。最終決定は河合くんに任しといて何も言わんけど、これは意見だね。これは一足は値段上がってるでしょ。足はどうするかだよね、これね。トラック本足になったんですか。いや、トラック2台に行かなかったね。2台に行くってことは日本人2人のベトナム人みたいだって人件費もいろいろ全部上がっちゃうし、ね、トラック1台か2台って言ったらえらい違いだよね、うん、運転手がそれだけいるで、うん、大型はよっぽど敷地幅あると思うんで、うん、よっぽどは。ただ戸建てはあっても庭の方はあると思うんですけど、1メートル両サイドで、両サイドなんで全面でそれはないと思うんで、多分2社までで行く必要はないかなとは思うんですけど、うん、ある程度なんか自分たち仮設立てて、まあ、何がやわからんね、ね、まあ勝負じゃない、いい時期じゃないの、ほんまにさ。まあでも、これ超えれたら、その闘技を超えれたら強くなるね。闘技を超える前に、ね、ガス欠で、やっぱ坂は登っておるときガス入れて、それ一回乗り越えたら、で俺は強いと思うよ。また新しいスタイルに変わってるからね。もうね、止めるならある程度足場班とか周辺班にも予測位置を出しといたら動いてほしい。ある程度予測塗り替えからこれだけあるで、よその仕事これぐらいにしようとかあるで、今から動けるように。でもさ、なんか俺もこの塗り替え道場やった時も、YouTube やった時もさ、まあ、反対されるぐらいさ、そんなチラシとか広告で人なんか来ないよって言って、YouTube なんか今からやって遅いよってさ、散々言われてたからさ、まあ、それぐらいのことをやるからやっぱプワーッと伸びていくわけじゃん。絶対にみんなが無理だと思ってること。なんで、まあ今チラシとか売ってるやつらが、またね、俺らがプワーって先行った時に後でついてくるわけじゃん。今あいつらはこういうやり方しとるって言って。だから俺そのままどうなんやねん、仕事って。全然未踏に挑戦しんとかんじゃない。ねえ、皆さん。ちょっと怖いっちゃ怖いですけど。まあ、とんがるでしょうと思うんだけどね。腹のくくり方だよね。やっぱ利益を出してかんとね。いい機会じゃないと思うけど。いいじゃん、行っちゃおうぜ。壁の越しにみんなの表情見ててね、今。いい顔するかどうか。ちょっと半分ですね、じゃあ。沙織ちゃん面白くない。半分とかあれ、おかまやん。確かに半分、半分とか。しょぐり上がりのとこ何と。いや、何って楽だから、まあ、まず一つは、まあ、やるなら、もうちょっと分析かけてからでもいいと思うんだけど、もちろんね。その、やるなら、その、逃げれるようにやったら、やっぱもう背水の陣で進んでいかんと、勝負は勝てん。背水の陣で進まんと。だけどあんな配信じゃないね、どれもなるけど、やむやるとかだと、結局俺その先だと思うんだよね。まず一回止まった、じゃあみんなちょっと時間も空いてきた。その時にじゃあ何させるの、何していくのっていうところが、手が遅れたら絶対無理だと思う。0から1じゃなくて、1から2、2から3の時にやっと初めてうまくいくやつだ。どんなビジネスでも。YouTube でも、乗り換え道場の最初の初期もそうだもん。こうやって人から言われて反対されてチラシ打っても全く電話ならない。母ちゃんも気違いになったからね。その時ジムだったんで、意外にしようってこのわけわからんことやり始める。やっとお金残ってきたと思ったら、なんでこのことに全部使うのって言って、でもそれが半分半分だったらうまくいかなかったよね。戻すことはいつでもできるんだからさ、やるならもうちょっと。なんで。そうだろ。笑えるお前。
どうするって言って、じゃあ半分じゃ面白くない、じゃあやめましょうってなっちゃう。最後のそれは今後考えだけど、半分って言うとないんちゃう。まあ半分でいいんだけど、最終的にはまあ自分たちで考えで、今日決断出すことじゃないと思うの。分析もかけながらし、そうですね、予備見て3週間ぐらいだと思っていただいたら、そうですね、はい、その前のうち、あ、そうですね、はい、よろしくお願いします。打たないなら打たないで、はい、もう失礼します。あ、そういうふうに、まあ、動いてから動いてからもう間に合う。今からもう終わった、会社やめよう。明日ここ壊しまうわ、回転業者なんで。まず事務所壊すとこから始めよう。やめます。決定。今日の夜のうちみんなパソコン持ってくる。パソコンが今どいつかにならんだろう。だけど、まあ、そうだな、もうなんか悩む前に、そう、相沢さんの言ってることがなんか正解かもしれない。もうここ止めるって決めた方がいいんじゃん。で、止めるからどうしたらかんかって今分析かけた方が、分析かけてどうするよりも、まあ、やめます、ここ止めましょう、その思考になって、もうやめよう、うん、やめよう、もう広告止めるか会社やめるか二択。じゃあ本当に別にいいや。二階道場っていう YouTube もやめるわ。小林道場っていうのにかえるわ。俺だけ堂々と少々ね。そうしよう、もう二択、会社やめるか広告やめるか。それ分析一回、もうやめるっていう方向で一回行こう。社長ですよ。うん、それはもう社長命令。広告宣伝費。さっきアドバイスだった。で、もうそれぐらいもうだなと思って。お顔見ない。みんなお顔見ないことでブチ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 言ってるから面倒くさくなってきた。やめだ。だったらもう。で、今じゃやめなきゃいけない。じゃあ今どうなるんだって。こっからが仕事だよ、みんな。で、自分たちはもうやめなきゃいけない。もう俺が決めたから。うん、広告やめるか会社やめるかしかないんだから、一回自分たちで調べてどうしやいいんだって、でそこで答えが出てくるかもしれない。でそれでも晩酌ないっていうんだったら一回話持ってきてよ。面白いわ、そっちの方がいいわ。はい、会議もありましたけど、あ、いい機会なんじゃないの。まあ、これだけこうやって選んでくれる人もいるわけでしょ、まあ、究極理解道場がいいとか、うん、いい仕事しとるって聞いてきてくれる人もいっぱいいるわけじゃん。あ、相沢さん何勝手に逃げるの、もう行かなかったの。11時に長く、うん、まだ間に合う。あと5分、まあ、最後締めとっとるだけ。ちょっと俺も動画これ無理やり通りにしなかったね。強引に。まあ、いずれはでも遅から早くやったうん、それは、うん、そういうことをこうな、ね、試みなきゃいけない時期かなっていう、うん、はい、じゃあ本日の動画はちょっと店長会議突然お邪魔してありがとうございます。もうこれから、ね、皆さんの腕の見せ所だと思いますけど、うん、宮田さんいいですか。せーの、また見てね。相沢さん動画 YouTube 見てないんじゃないの。うちのやつ今全く喋ったね、見てない感じだね。まさか見てないね。舐めとんなお前。相沢さん、あ、いいよ、行っていいよ。